皆さん、おはようございます。マーティン、ダーマクーー、バキンです。秋田、山形豪雨の影響で一人残念なお知らせがあります。新庄市あの警察署長、通話が途切れ、実は、えー、警察、警察官一人がお亡くなりになられたそうです。はい。改めて、お悔やみ申し上げます。まさか豪雨で引っ張とか、あの、もみ川のところですよね、あの橋、えー、元愛海付近で。あんな、 いつましい事故が起きるとはショックでございます。庄内地方、最上地方、そして秋田の一部の皆さんに現在避難所で過ごされている方が多くいるかと思います。はい。避難所で、えー、生活している方も中にはおるかと思います。はい。私の方は問題ないと思いますがね。はい。予想外の展開。 あの線状降水帯が多く今までに経験したことがない大雨特別警報は本当にショックでございますさらには jr さらにはウエ本線大本線など a、えー、14,160人に大きく影響が出てしまい代行輸送も行わない状況でございますはい本当に申し訳ない状況でございます建物も甚大な被害が多くさらには、えー 断水停電も影響ありました。はい。本当にファンの皆さんには本当に申し訳ないよりも命と安全を第一に。はい。古口駅も今でも通行止めの状況でございます。あのー、まだ水が引いてない状況。網間川も今津波みたいな状況で今通行止めのところも多く出てかうかと思います。 まずは一日でも早い復興をまずお祈りしております。頑張ろう秋田と山形頑張れ日本そして、パリオリンピックも頑張れ日本バイバイ